ナポリタンマスティフは、イタリア原産の大型の刀剣用の剣種である。イタリア語では、マスティのナポリターノといい、イタリアンマスティフとも呼ばれている。刀剣が禁止されてからは、番犬や、警察犬、ショードッグや、ペットなどとして飼育されるようになった。政権の横顔古代、ギリシャ及び古代ローマには、大型の刀剣がいたことが知られ、その末裔と推測されている。 デズモンド・モリスによれば、ナポリタン・マスティフは、紀元前326年に、インドの王、ポロスから、アレクサンドロス大王に送られた大型の刀剣の、末裔であり、それがギリシャからローマに伝わり、も、ロシア剣の基礎となったという。またその他に、アッシリアやバビロニアにも大型の刀剣が描かれた、品があり、これらも、ギリシャやローマのモロサス剣の祖先と推測されている。 19世紀まではイタリア半島に大型のマスティフがいたことが知られ、17世紀にナポリで描かれたテラコッタにナポリタンマスティフのような犬も描かれているが、20世紀前半にはほとんど絶滅していた。しかし一方で芸術家のピエロスカンツヤニによって改良が進められ、研種標準が作られ、ケネルクラブに公認されるという動きもあった。改良に際しては、 見た目の恐ろしさが重視されたという。1946年にナポリで開かれたドッグショーにおいてナポリタンマスティフ・ハトが出鎮され、小ドッグとして人気を再興し、現在に至る。1949年には国際畜献連盟に公認された。生後4ヶ月の子犬オスは、体高65から75センチ、体重60から70キロ、メスは、 体高60から68センチ、体重50から60キロの大型の犬である。ナポリタンマスティフについて、デズモンド・モリスは、最も恐ろしい外見を持つ犬と評している。全身の皮膚が著しくたるんでおり、唇、デューラップ、顔の皮膚のたるみは、特に顕著である。これは刀剣であった証で、噛まれた時のダメージを軽減するために発達したもので、 ある生まれて間もない子犬はそれほど皮膚はたるんでいないが、成長とともに次第に伸びていく。毛はスムースコートで、毛色はフォーン、ブラック、グレーで、ブラックが最も好まれる。垂れ耳、垂れをだが、段のみ、段をすることもある。気質は安定しており、主人に忠実で、飼い主家族には、マナな酒深いが、しっかりとした訓練と社会化が必要である。 また、よだれが多いため、対策が必要である。マイペースで頑固な一面もあり、あまり運動を好まないので命令がない限り自分の居場所で、どっかりと寝そべっていることが多い。体重が重く、足が弱いため、股関節形成不全症、皮膚がたるんでいるため皮膚病にそれぞれなりやすい。多産な犬種であり、2005年に、 イギリスのティアゴーという若いナポリタンマスティフが24匹の子犬を出産し、ギネス記録の世界一多産な犬の記録を塗り替えた。ありがとうございます。